なので、やめて、思い出せなくなってきたな、今日は朝食べたよな、食べたよなとか思いながら、でそんなことを思いながら遊ぶのもまたつらら遊ぶ。さあ、私、この2、3日、ラジオばっかりずっと言ってました。昨日ももちろんラジオでですね、2月、3月の、録音に、もう2月なの。ねえ、いやだよね、12月やっとなったばっかなのに、もう2月、3月のね、収録なんですが、まあ、これはよくあることで、その前日です、その前日、朝ね、8時から、朝8時からね、愛知県の CBC ラジオさんで収録がありまして、大体11時ごろ、で、それが終わってですね、今度は愛知県の中でキャンペーンに参りました。ね、太田のキャンペーン。それキャンペーンが大体8時まで、夜の8時、ね、2回あったら昼夜と、でそれでも普通終わると思うんじゃない。それから電車に乗って岐阜県に行って、そうなの、夜10時からのラジオの生放送、そうなの、それがね、最初は10時から11時の生放送の予定だったの。そしたらね、いてもいいよって言ったの。生放送いてもいいよって、パーソナリティの池戸さんって言うんですが、池戸さんのアクアミュージックっていう番組で、ゲーム放送さん、いいよって言ったら、ありがとう、いていいの、いいよ、ゆうこちゃん、ゆうこちゃんが入れるならいいよ、それから電車なくなるよ。そっか、歩いて帰るわけにいかないしね、でもまあなんとかなるでしょ、まあ、車もあるし。そしてそのまま夜中の1時までいたの。